皆さんこんにちは。日英通訳英語コーチの片桐美穂子です。私が英語を使って生き生きと仕事をする女性にインタビューするシリーズ、片桐美穂子の英語女性仕事インタビュー、今日は第6回のゲストをお迎えしています。今日のゲストは医薬翻訳者の笠川梢さんです。笠川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では初めに、笠川さんから簡単に自己紹介をお願いしていいですか。はい、医薬翻訳をしている笠川梢と申します。京都で家で在宅でフリーランスの仕事をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日京都は暑いですか。暑いですね。蒸し暑いです。半袖がとても爽やか。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。でですね、笠川さんはもう2015年ぐらいになるんですけれども、はい、私が出しているあの PDF の教材があるんですけれども、はい、21日間セルフコーチングプログラムという教材を修了してくださった方なんですよね。はい、お世話になりました。もう4年ぐらい前になってちょっと日は経ってるんですけれども、そうですね、受けてみたご感想を簡単に教えてもらってもいいですか。はい、その頃は翻訳の通信講座をしていて、でも一人ではなかなか貯めてしまうことも多くて、その時に伴走してくださるような、そういう21日間フォローしていただけるという、そういうふうな感じで利用させていただいて、無事完走もできて、とても助かりました。はい、ありがとうございます。本当自習教材なんですけれども、なかなか私のマンツーマンコーチングが結構いっぱいなので、じゃあご自分でもできるようにっていう形で作った教材で、21日間毎日勉強して報告してくださいねっていう自習教材なんですけれど、本当に有効に使ってくださいましたよね。助かりました。ございます。でその後、笠川さんは私が運営している英語コミュニティのメンバーさんになってくださいまして、はい、2015年、教材が終わったぐらいからですよね。そうですね。はい、でそれからずっと会員さんとして活動してくださって、もう今ではリーダー、コミュニティのリーダーとしてコミュニティの方を引っ張っていただいてるんですけれども、コミュニティのメンバーとしてまたはリーダーとして活動していただいていかがですか。そうですね、英語の学習に興味があって、さらにレベルの高いメンバーさんたちばかりなので、自分もちょっと今日はしんどいなとか忙しいなって思う時でも、ちょっとでも頑張ろう、5分でも頑張ろう、できたらもっと頑張ろうって、とてもいい刺激をいただいて、お互いに励まし合いながら学習を続けられて、とてもありがたいです。ありがとうございます。自分でね、やることを決めて、学習することを決めて、それを会員掲示板に毎日報告していきましょうっていうのがコミュニティの活動のメインなんですけれども、もう笠川さん自身もコミュニティのメンバーとして勉強しながら目標達成されましたよね。あ、そうですね、最初は通信講座だったんですけれども、その後、翻訳検定という翻訳の資格試験に挑戦をして、それで最終的に1級を取れたので、非常に良かったと思います。素晴らしい。日英英日とも翻訳検定1級ですね。そうですね、初めは片方だったんですけれども、はい、両方取れました。はい、ありがとうございます。リーダーとして皆さんを引っ張っていただきつつ、ご自分もちゃんと目標を達成しているところがさすがですよね。そんなことないです。まだまだです。ちょうどコミュニティの方では日曜日に英語イベントが終わったところで、はい、笠川さんにも参加していただいて、シャドーイングイベントをしましたが、はい、シャドーイングイベントいかがでした。楽しかったですね。なんか自分でやるだけだと、もう適当っちゅったなんですけれども、今回は録音して、それで LINE のグループにアップするということで、自分の声も何度も聞いて録音し直したりもしますし、その参加者の方の録音も聞きますし、それで良い刺激をいただけて、とても楽しかったです。はい、私も一参加者として毎回参加してますけれど、なんか誰も強制されてないのに自然と練習しちゃおうかなって気になりますよね。そうなんですよね。はい。また英語イベントもコミュニティでしますので、リーダーとしてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
では笠川さんのことをこれからたくさんお聞きしていきたいんですけれども、まず笠川さん今翻訳者さんとしてプロで活動していらっしゃいますけれど、もともと学生時代から英語ってお好きで得意だったんですか？好きは好きでしたね。普通に中1から始めたんですけれども、英語には興味があったので割と得意でした。はい。なんかこう英語塾に行ったりとか、ちっちゃい頃からネイティブと話す機会があったとか、なんかそういうことって特にあったんですか？小学校の頃は何もなく、中学も特にですね。ちょっと塾みたいなのに通ったり、顧問のをちょっとやったりとか、通信講座ちょこっとやったりくらいはしましたけれども、はい、でも本当にじゃあ、自然と英語がお好き で得意になっていったっていうことなんですね。基本は学校の勉強だけです。はい、わかりましたね。すごく心強いですよね、本当に。そうですか。はい、ずっとこう英語塾に行ってましたとかそういうことではなくて、行きつつだんだん自然に好きになっていったっていうことなので、なんかすごくこれからね、英語頑張ろうって人にとっても心強いなと思うんですけれど、はい、で高校大学って何か英語でこんなことしましたみたいなご経験ってありますか？高校も普通に授業を学校の授業を受けただけ で大学は、3回生の時にフィリピンに交換留学をして、そこで1年間英語で生活をしました。はい、フィリピンに大学3年生の時に1年間行かれていたご経験あるんですね。あ、はい。はい。いや、私初耳でちょっとびっくりだったんですけれど、フィリピンに行こうって思われたのはどうしてなんですか？大学から行ける交換留学制度を使いたくて、でその中で割とフィリピンは専攻の段階が早かったんですね。なので、フィリピンで落ちてもその次にオーストラリアとかアメリカとかもあったんですけれども、まずはフィリピンを受けてみたら受かったっていうのもありますし、はい、TOEFL の、点数的にもちょうどいいかなと思って受けたら受かったのではい、行きました。はい、その TOEFL に向かっては大学時代、結構勉強されました？したと思います。もうちょっと前なんですけれども、そうですね、何かなかなか合格スコアは取れないと思うのでね。そうですね、確かにギリギリだったと思います。もう大学の授業を取ってらしたってことなんですよね。そうなんですけど、私が行った頃はそんなに大学が厳しくなくて、それで授業数はそんなにもなくて、授業は英語であったんですけれども、はい、割と空いた時間があったので、はい、ボランティアをよくしてました。どんなボランティアされてたんですか？ボランティアは、フィリピンの幼稚園に行って、その子どもたちの面倒を見たりとか、日本人とフィリピン の, ハーフの子たちのなんかセンターみたいなところがあって、そこをちょっとお手伝いしたりとか。じゃあもう大学で授業を取るだけではなくて、フィリピンでボランティア活動のご経験もあるんですね。そうですね、はい。分かりました。もちろんね、1年滞在していらしたので大学にも行ってらして、すごくたくさんのご経験を積まれたと思うんですけど、今振り返ってフィリピン留学 の時のことを思い出して、一番自分が学んだことって言ったら何だと思われますか？そうですね、多様性ですかね。本当に様々な方がいて、フィリピン人の方とも知り合うんですけれども、各国から留学生が来ているので、特にアジアが多いんですけれども、インド英語に触れてみたりとか、あとはアフリカからの方もいて、寮に住んでいて2人部屋だったので、アフリカの方と一緒の部屋になってしばらく過ごしたりとか、その方はイスラム教徒だったんですけれども、そうするとその方のお祈りの風景とかを見れたりとか。なるほど。フィリピンは割とLGBT って言いますか、そういうことにもオープンで、はい、ゲイの方とかも結構いらっしゃって、あとは今までそれまでは会ったことがなかったので、はい、そういう方とも触れ合っ
で溢れ合ったというか、まあ、知り合って、うん、本当に視野が広がりました、それはもうすごいご経験ですよね。あのね、ルームメイトさんがアフリカの方でね、イスラム教徒でそのお祈りの様子を直接ご覧になったとかね。そうですね、まさにもう本当にあのいろんな文化の人たちがいるっていうのをこう肌で感じてらしたっていうことですね。分かりました。で、英語的にはもちろん英語の上達がメインの目標ではなかったと思うんですけども、はい、なんか英語的には留学されて、ああこんなにできるようになったとかっていうのはありましたか？そうですね、最初は本当に留学行けるか行けないかぐらいの点数だったんですけれども、はい、授業でも発表の時に全然できなくって、本当にちっちゃな声で発表してしまったら本当に声が小さいのねって言われて、まあ、ますます小さくなったりとか本当に恥ずかしい思いもしたんですけれども、はい、多分会話の量とかもそれなりにあったからか、帰ってきたらもうTOEIC 900点台だったので、うん、意味はあったのかなと思います。じゃあ本当にもうあのフィリピンで英語でも会話したり、まあ、授業の中で使ったりとか、うん、授業を受けたりとかボランティアをしたりとか、そういう全てのことの経験を通して気がついたら英語力ついて TOEIC も上がってたかなっていう感じなんですね。はい、そうですね。はい、わかりました。で、あのね、帰国して大学を卒業されて、で、あの翻訳者にあのなられるわけですけれども、あのいろんな英語のお仕事がある中で、はい、翻訳っていうお仕事に就くまでにはなんかどんなプロセスがあったか教えてもらっていいですか？そうですね、初めは大学卒業して、特許事務所に入ったんですけれども、うん、あまり続かなくてちょっとブラックな感じのところで、はい、すぐに辞めてしまって、まあ、そこでも英語のことはあったんですけれども、はい、その後しばらく印刷会社も経験して、はい、割とそこでは構成とかあのデザイン的なこともやったので、はい、それは、まあ、少しは翻訳にも生きてるんですけれども今、はい、その後、商社、ちっちゃな商社ですけどもうそこに勤めることになりまして、はい、そこではあの英語分かるのが私と社長ぐらいだったので、はい、英語に関することは全部あのほぼ回ってきたので、そこで初めて翻訳、社内翻訳ですけれどもそれはしました。でその後にちょっとオーストラリアに半年ほど語学留学して、はい、帰ってきて、で派遣でちょっと働いて、派遣ではあのたまたまあの英文自分で希望を出してたらとあの派遣されたのが製薬会社で、うん、そこで初めて医薬に触れて、それで医薬の道に行ったんですけども、はい、だからあのなるほどね。とするともう会社を3つぐらい経験されて、まあ、3社目の商社で、まあ、翻訳っていうものにも、うん、あの触れたっていうことなんですね。そうですね。はい、じゃあ本当にもうこうお仕事をされながらこう自然な流れで翻訳に触れてっていう感じなんですね。うん、そうですね、はい、翻訳以外のこう英語のお仕事とか英語以外のお仕事もされたと思うんですけれども、はい、であのちょっと聞いちゃいますけど、その3社目が終わった後オーストラリアに語学留学されたのは、うん、でこれはやっぱり行きたいなと思って語学を英語のスピーキングを磨きたいなとかそういう理由からだったんですか？そうですね、やっぱりフィリピンには行ってたんですけれども、うん、どうしても英語圏では正確に言うと英語圏ではないですし、はいはい、コンプレックスもあって発音とかそういうのにあって、でもうちょっと勉強したいと思って行きました。わかりました。なんかやっぱりこうフィリピンの1年間の留学とか、あとそのオーストラリアへの留学とか、笠川さんすごく行動力ありますよね。なんですかね、ただ英語が好きでその場所を求めてたっていうだけ。なるほどね。じゃあ原動力ってやっぱ英語が好きで、じゃあもっと上手になりたいなとかそういうところから来てるってことなんですね。そうですね、はい。そしてじゃあ帰国後のその派遣会社のお仕事を通して、まあ、医薬翻訳っていう道の方に進まれたってことなんですね。はい、そうですね。わかりました。ね、なんかお聞きしてるとすごいこう流れが自然ですよね。そうですか。
もう、まあ医薬翻訳者派遣あの社員さんとして、まあ、どこかの会社で医薬翻訳をされてたわけですよね。はい、はい、あの最初は英文事務として採用されたんですけれども、あの徐々に翻訳もちょっとできるみたいな感じで、最初はボロボロだったんですけれども、社員さんが赤を入れてくださって、それでちょっとずつ訳したりとか、あとは翻訳会社に外注しているものもあったので、それをチェックしてくれると言われて、それをチェックしたりとか、はい、という経験をしました。あ、なるほどね。とすると、3社目の商社で、まあ、英語のお仕事もされて、で翻訳にも触れられて、であの帰国後、オーストラリアから帰国後の商社で、あのまたさらに翻訳で、医薬翻訳にも触れたってことですね。はい、製薬会社で、はい。じゃあ、あれなんですか、特にあの翻訳を改めて勉強したみたいなことはなく、もう本当叩き上げっていうか、もう仕事をしながら教えていただきながら、チェックしてもらいながら身につけていったって感じなんですかね。そうですけど、やっぱりあの不安もあって、うん、でその製薬会社で派遣を している時は、まあ、多分ずっとこういうふうに働くんだろうなと思っていて、まさかその後フリーランスになるとは思ってなかったんですけれども、なので自分なりにあの通信講座を受けたりとかはしてました。なるほどね。やっぱりこうその会社のお仕事をこなすだけではなくて、うん、ご自分としてちゃんとスキルアップのために翻訳の通信教育も受けられたってことなんですね。そうですね。ちなみにどんなあの種類の翻訳の通信教育を受けられてるんですか。お名前とかはいいので、こういうなんか実務系とか、本当医薬系とか。医薬系も受けましたね。最初はどんなのを受けたらいいのかが分からなくて、本当に基礎的な翻訳を始めるのはまずはこれからみたいなのを探し出して、そういうのを受けたりとか、はい、医薬系のも受けましたし、で、あの通信だとお仕事をしながらとか、どこに住んでても続けられるので便利は便利ですよね。そうなんです、はい、ただあの終わらせるのには意志力がいると思うので、笠川さんそこで意志力があったってことだと思います。そんなにもないんですけど。そして今まさかフリーランスになると思わなかったけれどっておっしゃってましたけれど、その後フリーランスの翻訳者になられるわけですけれど、はい、そうです。フリーランスの翻訳者になったなった経緯っていうのを教えてもらっていいですか。そうですね、そのまま働くつもりだったんですけど、結婚することが決まって、で、結婚して住むところがちょっと遠くって、通勤だと2時間ちょっとかかるかなぐらいだったので、派遣社員で2時間はちょっときついなと思って、それで やめようかなと思ったんですけど、でもすごくいい職場で、本当に皆さんよくしてくださって、でつながりを切らしたくないなとも思って、まあ、ダメ元でこの仕事を在宅でできませんかって聞いてみたら、まあ、しばらく検討してくださったといいですよっておっしゃってくださって、はい、で、まあ、在宅でやるんだったらもう事務の仕事はなく、もうできるのは翻訳ぐらいだねっていうことになって、で在宅で翻訳をすることになりました。ねえ、もうなんか聞いてるとすごい交渉力の賜物ですよね。言ったら OK 出ました。はい、ね、今までにそんなことをお願いされた方が笠川さんの前にいらしたのかわからないんですけれ ど、 どこ知ってる限りはいない。よく思いつきましたよね、頼んでみようって。そうですね、本当にいい上司に恵まれたなと思います。ね、やっぱりじゃあそのつながりを切りたくなくって、うん、とってもいい職場だったから、うちでもできないかな、ダメ元で聞いてみようかなっていうところからつながったってことなんですよね。そうですね、そうじゃなかったらもう転居してそのまま別の仕事を探してたと思うんですけど、あまり英語の関係の仕事がなさそうな場所で、私はやっぱり英語を使った仕事がやりたいなっていうのがすごくあったので、はい、それでお願いしてみました。はい、ね、今の笠川さんのご経験ご体験にはすごいヒントが入っているなって私は感じていて、そうですか、一見ね無理かもしれなくっても、本当にやりたかったらダメ元で交渉してみる、
それってすごく大事だなってお聞きしながら改めて感じたんですけれど、ね、それでダメって言われたらダメだけど、うん、そうですね、言ってみなければイエスもないわけですからね、うん、そうですね、はい、あの留学2回とあとその交渉のところで、うん、佐川さんのすごいなんか行動力を感じますね。すごく穏やかでねいらっしゃいますけど、すごく行動力おありだなって改めて思いました。ありがとうございます。そしてあの現在はあの在宅 の, あのフリーの医薬翻訳者さんとしてあの活躍、はい、あのされてるんですけれども、あのだいたい、お仕事は、うん、1ヶ月でいうともうほぼもう毎日してるって感じですか。週1日か2日ぐらいは休みか、だいたい月5、6日は休みかなっていうぐらいですね。はい、わかりました。でね、あの医薬翻訳ということで本当いろんな分野をされてると思うんですけれども、やっていて、あの翻訳者やっていてよかったなって思うのってどんな時なのかお聞きしてもいいですか。よかったなっていうのはそうですね、やっぱり好きな英語を毎日あの勉強というか触れられるというか、英語を読んでそれですあのぴったりな日本語を見つけたらやったって感じですし、日本語を読んでぴったりな英語を見つけたらやったですし、英語を勉強しながら仕事をできる、英語もちょっとずつあの知識が増えていくっていうのがすごく楽しいね。本当に笠川さん英語好きなんですよね。さっきから何回もこう出てきますけど、ね、好きっていうその、 あの延長に留学があったりとかね、あとあのフリーの翻訳者さんとして在宅でできるように交渉があったりとかっていう風になってるんだなって、改めて好きの力ってすごいなってお話聞いてて思います。そうですか、はい、そう思います。でも、はい、でもしよろしかったらなんですけど、あの皆さんねすごいあの翻訳者目指してる方って興味あると思うんですけど、まあ、ケースバイケースかと思うんですが、大体 何社ぐらい の, あの翻訳エージェントさんに登録しているものなんですか。どうなんでしょうね。私は最初はあのその製薬会社さんから受けていて、でその後翻訳会社、今は翻訳会社さんからいただいてますけど、5、6社は登録してるんですけど、実際に仕事を頻繁にするのは1、2社、多くても2、3社ですね。はい、まあね、もちろんね、あの私も通訳事務所登録してますけど、人によってねものすごい10以上とかって方もいらっしゃれば、うん、もっと少ない方もいらっしゃるんですけれど、笠川さんの場合はそういうぐらいの数で、うん、1社ってことはないってことですよね。1社ではないですね、さすがに。複数がね必要ですよね。はい、はい、わかりました。でちょっと戻るんですけれど、どのあたりかな、派遣の社員さんとして翻訳、医薬翻訳に携わるようになった時の英語力って、なんか資格関係とかで言うと、なんかこう英検何級とか、TOEIC 何点ぐらいとかってありますか？どうでし、英検準1級はあったと思います。うん、で、TOEIC はまあ900点台はあったか、930点ぐらいだったかなと思います、はい、あのね、もちろん翻訳通訳って TOEIC のスコアが直接反映するものではないので、はい、あの TOEIC のスコアが高いからなれるっていうものではないんですけれど、はい、まあ、目安として今お聞きしたんですけれど、じゃあそれぐらいの英語力は持っていらしたっていうことなんですね。そうですね、はい、わかりました。であの翻訳者としてやっててよかったなと思うのは、やっぱ好きな英語に絶えず触れられているっていうそうですね、はい、ね、あの今度じゃあ大変なことをお聞きしたいんですけれど、あのなんか難解で難しくてこれわからないとかっていうことってないですか。途中です、そんなの、ね、あの、はい、皆さんね多分聞かれて、えそうなのって思うと思うんですけど、ね、やっぱりあの医薬翻訳って特殊な専門分野ですから、うん、これ日本語で読んでも分かんなかったりすることあると思うんですよ。あります、あります。はい、でどうされるんですか。もうとにかく調べるですよね。うん、もうじゃあそれはもう日本語のレベルからもう調べていくと。ああ、そうです、そうです。
うん、もともと文系ですし、うん、基礎もないので、うん、最初始めた頃は本当に中学とか高校ぐらいの理科とか、まあ、そうだかな生物とかそういうのも勉強して、それで実際に仕事でわからないことが出てきたらもうインターネットとか、あとちょっと持ってる本とか、そういうものを探して調べて理解する。はいね、もうここにもあのすごい学びのエッセンスが入ってると思うんですけどね、翻訳者通訳者って、うん、全てわかるって思ってる人がいると思うんですけど、まあ、私もよく言われる立場で、ね、見れば自動翻訳マシーンみたいにわーってこう分かっちゃうって思っている方いらっしゃると思うんですけど、翻訳者も通訳者も当然わからないところってあるんですよね。ありますあります。はい、けれど今お聞きした通り、分からなかったらやっぱり調べて調べて調べて、もう日本語のレベルから調べて調べて、はい、ということをされてるということなんですね。簡単なあの説明してくれるサイトとかを探したりとか、うん、なんかこうリサーチが上手になりますね。そうですね、なんかどういった言葉をあの入れて Google とかに、ね、検索するんです。その入れ方とか上手くなっていくと思います。はいね、本当翻訳者さんってリサーチ上手だなと思いますけれどね、もう分からないものがあってもとにかくやるしかないですもんね。そうです、もう納期はあるんですけれどもその中で精一杯のことは調べて、はい、ね、すごい皆さん聞いてる皆さんね心強いと思います。分からないことあるんだ、やっぱりプロでもあるんですね。ありますし、どうしても分からなかったらそこはもうコメントをつけて、うん、それで納品って感じです。はい、ここはあのどんなあの確認してくださいとか、そうですねとか、あの一応こんな風な解釈でこういう風に訳しましたけれどもご確認くださいとか、ね、素晴らしい、それが素晴らしいですよね。もう分かりませんじゃないんですよねこういう解釈でこう訳しましたけれどこれでいいのかご確認くださいっていうことですね。そうですね、一応あの何か案はあった方がいいと思うので、はい、素晴らしいね、やっぱプロですよね。そこで分かりませんとは言わずちゃんとねあの提案をしてはいはいっていう、そうですね、分かりました。で、あの今ね分からないとこないですかって聞いたんですけど、あのその他にやってて、あ、翻訳ってやっぱここが大変だなってあの日頃思ってらっしゃることってありますか？いやもう楽しく仕事させていただいてます。自由ですし。素晴らしいです。ね、結構分からないものや難解のものがあったとしても、うん、その、 あの分からないも含めて、リサーチも含めて楽しいって思ってらっしゃるってことなんですよね。そう、割と調べ物とか好きで、うん、あの脱線しちゃうこともあるんですけども、はい、調べて、あの多分学ぶとかそういうことが好きで。英語が好き、調べることが好き、学ぶことが好きって、なんかこう翻訳者さん の、 あのなるためのこう条件みたいなのを兼ね備えていらっしゃるのかもわからないですね。そうでしょうね、もっとできる方いっぱいいると思うんですけど、はい、かりました。で、あの笠川さん今在宅でしていらして、あの小学生の、ね、お嬢様もいらっしゃると思うんですけど、はい、多分多くの方がね聞きたいことだと思うんですけど、こうお仕事とその家庭の両立、うんうんを今されてるんですけれど、何か心がけていらっしゃることってありますか？心がけてるのは完璧にしないもう、はい、大体60点満点でいいかなって何事にも思っていて、はい、育てもまあ60点できたらいいかな、仕事ももちろん納品ちゃんと精一杯のものは納品するんですけれども、その分量としてはもう他の人の6割ぐらいかもしれないですけれども、60点満点でいいかなとか、はいはい、完璧主義を目指してしまうと自分が苦しくなっちゃいますものね、うん、そうですね、はい、60点でいくっていうのは結構すごいこう賢いやり方かなって今お話ししながら思ったんですけれど、あの何かこう時間管理とかも含めて、例えばですけど、あの土日は子どものために使う時間をメインにしとこうとか、平日で言えば何時以降はもうあの仕事のはしないとか、何か決めてらっしゃることってありますか？そうですね、小学生なので学校行って帰ってきて学童も行ってなんですけれども、それ以外の時はまあ基本的に家にいるので、
その娘が家にいるときはできる限りは仕事はしないようにはしてます。まあ、あのメールのやり取りぐらいですね、はい、ぐらいはして、あとは子供が家にいるときは仕事はしない、はい、なるほど。そこがこう笠川さんなりのやっぱり両立するためのルールなんですね。うん、それで子供がいないときに集中してやる、それか夜中というか早朝ですかね、にやるとか、そういうことをしてます。はい、すごい参考になると思います。で、笠川さん、お嬢様が生まれてどれぐらいから翻訳の仕事を再開されたんですか？3ヶ月ぐらいですね。じゃあもう生まれて3ヶ月のお嬢さんがいながら、うん、まあ、翻訳の仕事を在宅で再開されたってことなんですね。そうですね、最初は本当にちょっとだけ多分月に1万とか2万とかその程度からちょっとずつ始めて、でそれも夜にちょっとやるぐらい昼寝をしている時とか、そういう時にちょこちょこってやりながら、はい、ね、でもこう3ヶ月でまた再開って結構早いペースなのかなと思いますけれど、やはりもう やりたくてやりたくてしょうがなかったって感じですか？やりたくてというよりは正社員じゃないので固定されたその居場所がないので、はい、多分長い間休んでたらこの人やっぱり無理なのかもって忘れられるかなと思ったので、はい、それでそのご縁をつないでおくためにっていう感じで始めますっていう感じでちょっとずつ始めました。はい、ここもねやっぱりこう子供がいる女性の方にすごくアドバイスになると思うんですけれど、細くても切らさないっていうことですよね。はい、そうです、細く長く、はい、まあね、1年2年3年とかバッて休んじゃうっていう、まあ、そういう選択をね取られる方ももちろんいらしていいと思うんですけれども、まあ、笠川さん的には細くてもこう切らないでご縁をつないでいくためにお父さん3ヶ月から始められたってことですね。そうです、はい、で3ヶ月のお嬢さんがいながらやるっていうのはやっぱなかなか簡単なことではなかったと思いますけれど、まあ、それがあって今につながっていらっしゃるのかなっていう感じを今受けました。はい、で、ね、先ほども翻訳のお仕事をしながらこう自分の英語力がまた上がっていく力がついてきたっていうのも感じることがあって、すごく充実しているってお話があったんですけれど、笠川さんすごく勉強家でいらして、うん、今もねすごく英語の勉強されてるんですけれど、もう参考までに今どんな英語の勉強されてるか教えてもらってもいいですか？勉強っていうか、まあ、どんな英語に触れてるかっていうことですね。仕事以外の英語という意味ではまず日々やってるのは NHK の実践ビジネス英語を聞いていること、はい、まあ、時々音読したりシャドーイングしたりをしています、はいはい、あとは要書を読むことを最近は続けていて、今は村上春樹の1984の英語版を読んでます、はい、会員サイトで拝見してて、笠川さん今年になってその本何冊目ですか？4冊目ぐらい、3冊目か4冊目ぐらいだと。すごいですよね、洋書も読んでいらして、でもちろんね楽しいから笠川さん読んでらっしゃると思うんですけど、うんうん、こう洋書を読むようになって何かこう翻訳速度とかこう全体的な英語力の面でこう、うん、あ影響出てきたなみたいに感じることってありますか？翻訳速度、うん、なんか英文を読む速度は上がったような気がします。測っているわけではないですけど、なんとなく、はい、語彙力がちょっとはついたのかもしれません。やっぱり一冊のボリュームを最後まで読み切るって相当持久力もいるし、うん、まあ、出てくる構文とか単語とかも多いですから、うん、で力には絶対なりますよね。そうだと思います、うん、ただやっぱり力をつけるためにというよりは笠川さん楽しんで読んでらっしゃるからそしてついてるっていう感じなのかなって思いますけれど、うん、でも最初はお勉強でしたけど。あ、そうでしたか。じゃあ最初は英語力つけようっていう感じで。そうですね、もともと洋書を読むっていう趣味があったわけではなくて、でも大事だろうなと思って始めたのがだんだん楽しさが分かってきたって感じですね。まあ、今のお話にも結構エッセンスが含まれていて、いやもちろん楽しいのは一番いいんだけれど、いや最初から楽しい
必ずしも楽しいわけではなくて、やっているうちに楽しくなってくるっていうことがあるってことなんですね。そうですね、最初は半分義務感というか、ここがいいんだろうなってやってた。これもすごいヒントかなと思います。で、その義務感でも始めてみたら、なんか結果として途中からすごく面白くなってきたっていうことってあるんでしょうね。そうですね、時々仕事に支障が出るぐらいハマってしまって、ああダメだとか思うぐらい。で、あの笠川さん時々やめられなくなっていますとかって書いてらっしゃいますからね。そうなんです、そこまでね、のめり込めるとやっぱ幼少、あのすごくね、あの楽しまれてるんだなって思うんですけど、笠川さんオーディオブックも併用されてます？してます、してます。あのオーディブルに入って、それで音声を聞きながら Kindle で読むっていう形です。はい、私も去年ぐらいからそれハマってて、自力で読むより早く行きますよね。早く行きますね。それにあの発音も分かるので勉強になります、はい、あのぜひ興味がある方は、あの洋書と一緒にオーディブルで音声も取って、はい、それをあの聞きながら目で活字を追うっていう聞き方を、あのよかったらされてみてください。私も高橋さんもやっております。おすすめです。では、あのそろそろね、もう終わりになっていくんですけれども、あの笠川さんのお仕事上の何か今後の目標、こういうことをやっていきたいなみたいなのがあれば、ぜひ教えていただきたいんですけれど。翻訳、まだまだ勉強しなきゃいけないこともあるので、もっと英語力を磨いて、それでいい翻訳を提供していきたいですし、今ちょっと本を訳しているので、その本の翻訳にもこれからちょっと関われたらなと思ってます。今現在 本の翻訳もされてるんですか？そうです。おお、これもまた初耳です。すごいですね。じゃあいつかこうそれ終わったら本にとして出るんですね。はい、あの協約で他にも翻訳者さんがいるんですけれども、私一人じゃないんですけれども。はい、わあ、それは楽しみです。ぜひ出たら教えてくださいね。よろしくお願いします。読ませていただきたいと思います。 ありがとうございます、はい、ではあの最後の質問なんですが、これを見てくださっている方の中には、笠川さんのように将来翻訳者になりたいなって思っている方がいらっしゃると思うんですけれど、あの翻訳者になりたいなと思っている方に、こんなことしたらいいよとか、もしメッセージがあればぜひお願いしたいんですけど。そうですね、まあ、楽しんで英語を勉強して続けていけばいいんじゃないかなと思います。はい、そうですね、日本語も大事ですよね。日本語も英語もとりあえずたくさん読んで、たくさん、まあ、できたら書くこともいいと思うんですけれども、はい、もし通学で講座行けるようであればスクールもありますし、そういうのもいいと思いますし、無理なら通信講座もありますし、一番いいのは社内翻訳でどこかで働くのがいいと思うんですけれども、まあ、あの経験ぜひしていただけたらと思います、はい。もうあの落ち着いた語り口調の中にすごい大切なあのアドバイスがいっぱい入ってたんですけれど、まずあのたくさん楽しみながら英語にも日本語にも触れてくださいっていうことですよね。そうですね。で、勉強続けてくださいと、はい、であの興味があったら、本当翻訳ってパソコンがあれば今本当日本どこでも世界でもできちゃうんですね、ある意味。はい、できます。それはとても、はい、便利で、私も主人のあの仕事で引っ越しもしましたけど、それでも同じ仕事できてるので、はい、ね、本当その意味ではパソコンがあればどこでもできるお仕事の、ね、一つではあると思うんですけれど、でそれに通信教育とか取れば別に、まあ、あのスクールが近くになくても OK だし、はい、地元のスクールが近くにある方は行くのもいいだろうし、そうですね、であとはもう、あ、もう直接お仕事にあのアプライしてトライしちゃおうって人はもう社内翻訳としてもう経験を積んでしまうっていうのも一ついいよね。社内翻訳でずっと働くという手もありますし、翻訳者といっても在宅ばかりではないので、はい、で、あの会社の中で鍛えられますもんね。そうですね、はい、そしたらあの、まさに笠川さんが最初こう会社で翻訳に触れて、で派遣社員で やって力をつけつつフリーになったっていうプロセスですもんね。そうそう、そうすると割と専門知識的なことが入ってくるので、業界のこととかそういうのが分かっていいと思います。分かりました、はい、やっぱ行動ありきですね。そうですね、はい、
行動しましょう。はい、お母さんのお話を聞いて、本当行動ありきだなって改めて思いました。はい。はい、では長い間インタビューにお付き合いくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。これからもお仕事頑張ってください。本当その笠川さんが今訳されている本を読みたいと思います。本当ですか、恥ずかしいけど、じゃあありがとうございます。医薬翻訳って私たちがなかなか見ることはできないんじゃないですか。そうですね。普段訳しているのは製薬会社さんが使うような書類資料ばかりなので、はい。専門家の方がご覧になるけれどだろうけれども、私たちみたいなこう一般の人はなかなか見れないので、まあ、本になるとね幅広い方が読むことができるので、はい、そうですね。出たら教えてくださいね。はい、その時はよろしくお願いします。あとは引き続きコミュニティのメンバーとしてまたはリーダーとして、楽しい英語イベントもやっていきましょうね。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。はい、ではこれをもちまして、片桐美穂子の英語女性仕事インタビューを終わりにしたいと思います。次回も英語で活躍する女性にインタビューをしたいと思います。どうぞ楽しみにお待ちください。では皆様失礼いたします。